どうもこんにちは、佐賀です。じゃん、サイヤーのジャズベースモデルですね。はい、これねめっちゃ良くない？まずはい、見た目が超かっこいい。でメイプル指板でね、はい、ブロックインレイがついてて、まあやっぱりドンズバな感じですわ。まあ残念ながら裏通しなわけですけど、うん。でまあよくねサイヤーのベースって聞かれるのが、まあ本当にマーカスの音するんですかと言われるんですけど、はい、します。はい、だってマーカスミラー監修ピックアップ、マーカスミラー監修ブリッジ、マーカスミラー監修プリアンプですからね。はい、でやっぱりなんかそういう感じの音にしやすい、はい、すごくよくできたプリアンプだなと。特にやっぱりこのプリアンプと、あとはこの、プレイアビリティの面、ネックの作りとかセッティングのしやすさとか、まあ、そこら辺のその基本的な楽器としてのクオリティが非常に高いなというふうにサイヤーに関しては思いますね。はい、で、実際どんな音するのかっていうところで弾いてみようかなと思います。このアイスブルーの色良すぎない？最高、めっちゃ好き。僕メタリック好きなんですよ。はい、このアイスブルーはかなりイケてるブルーですね。はい、すぐ売れちゃいそう。で、コントロールなんですけど、ボリューム、トーン、バランサー、トレーブル、ミドル、ミドルフリーケンシー、ベース、そしてアクティブパッシブの切り替えスイッチという風な具合になっております。まあまあちょっとギタリストが見たらちょっとごちゃついて見えるかもしれないですけど、ベーシスト的には、はい、全然シンプルな内容ですね。はい、ちょっと聞いてみます。アクティブで、EQ とかフラットで弾きますね。
出音がすごいまとまってて、その質感がやっぱねいいんですよね。このなんていうかデザインされた感じの音っていうのはちょっと違うかもしれないけど、最近のアメリカンプロフェッショナルとかフェンダーのとかアメリカンウルトラとかああいうところともちょっと通じるかもなとか思ったりします。すごく使いやすいですね。はい、そのままドライでオーディオインターフェース直で音を取ってもしっかりいい感じになりそう。うん、ちょっとリアに振ってみましょう。まとまりの良さが逆にリアだとジャズベ感がちょっと薄いっていうか、ただこれに関して言うと5弦ベース全体の問題でもあります。このなんていうかレンジの狭さ、はい、高音域のなさっていうのは、でここら辺プリアンプで補正できるのがアクティブベースの良さかなと思いますから、リアの音もうちょっと4弦のジャズベースっぽい感じにしてみようかなと思います。トレブルをちょい上げでミドルもちょっと上げてます。ただミドルはいいところを選んで上げてますね。はい、これフリーケンシーついてるからこそこういうことできるわけですね。
き音いい？最高です。ほらたつきも言ってるね。いや、このリアの良さはすごいいいな。はい、であとちょっとミックスでもうちょっとマーカスっぽい感じにもしようってみようかな。まあトレブルは8ぐらいですね。でそっからミドル削りたいわけですけど、どの帯域削るかを一旦全カットで周波数帯決めますね。10万円前後で買えてしまうっていうのがサイヤーのね魅力なところで、まあ正直10万円前後でサイヤーと肩を並べるようなブランドってあんまりないなっていうのが最近の僕の主観的な意見ですここいいよっていうのあったら教えてくださいということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。